ランプリシリーズ戦初日第3レース予選競争、1番から3番、4番、5番、6番、3対戦の枠内です。2秒、1秒、今スタートしてきました。さあスリップ後2コースあたりから2コーテ、3コーテ、4コーテ、このあたり出ていきまして、1マークはインから先まで1コーテを切って、握った3コーテ、刺して2コーテ、真ん中5コーテ攻めて、左右内から2コーテ、あと6コーテが回って、さあバックスイッチャー1コーテ、陰線からの置きつ、四角内から3コーテ、山田が上がってくる。さあ1コーテと2コーテ、1番2番並んで突破争いになった。後ろで残る4手、6、4、5、3が並んでいます。なおスタートは正常でした。一旦マーク、刺した2コーテ、山田がコーナーを先取りで、今度はさあ仕返してくる1コーテ、2コーテ、置きつですが、1号艇のオキスが出てまいりました。直線コースで1号艇のオキス、愛人気の中心で一定身となって2号艇の山田優也が2番手、2周目で出したのマークトップで回って1号艇のオキス、ところ2号艇の山田ですが、先頭争いは現在も1号艇のオキス、愛、そしてまだわずかに2号艇の山田が2番手の1番手、後方3番手争いは6号艇と4号艇ですが、わずかに6号艇の小林が上がってきて、現在上位が1号艇6になってまいりました。その後ろ2点身から3点身となって4号艇の長井京也4番手、後ろで5号艇、3号艇は接戦状態。ライトマーク、先頭1号艇、2番手、2号艇、3番手、6号艇マークのところ、4号艇の長井生命艇来ますが、艇が浮き上がって、6号艇の石川の受け、3番手をキープして、1クター6、レースは最終周回へと、ラスト1周、先頭には1号艇の沖津愛が陰線から踏ん張って、トップ争いを競り勝って、人気の中心、先頭。そして現在、2番手は惜しくも2号艇の山田優也2番手で、3番手の津川、6号艇の茅原優輝が競り勝っています。最後のバックスにヒット入ってまいりましたが、上位が1号艇、2号艇、6号艇の1、2、6になっていまして、その後ろ4号艇、5号艇、3号艇で出て、最後のスリットラを通過していきます。第3レース予選競争はオッズ2連単ですが 3.8 倍、3連単ですと 15.3 倍となっています。最後の直線コース、陰線で気を吐いた1号艇のオーキッズ、愛がここは人気に応えていまして、1、2、6の組み合わせ、人気サイドで間もなく、先頭1番ゴール、2番ゴール、6番、4番、5番ゴール、最後尾に3番が5位、